はい一月十一日木曜日怒っていいともの時間です皆さんよろしくお願いいたします、えー、本日の出演者はあ福井県立大学名誉教授島田陽一さんですはいよろしくお願いします、えー、もう一方月刊正論発行人有本隆さんですはいよろしくお願いします、えー、それからスカイプでタレント千葉玲子さんですそれちゃんよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いしますはい、えー、と起っていいとも前回全員スカイプで一回やもうやりましたよね ね、番組としてはね番組としてはやりましたまた1年間いろいろとみんなでお怒らなきゃいけないということがやもう山ほどありますのでい、えー、きたいと思いますじゃあれいちゃん一番最初能登、はい、半島地震で一番を読んでくださいはい「地震からの復旧復興へ予備費を1兆円に倍増16日にも閣議決定」「政府は能登半島地震からの復旧復興に対応するため」 新年度予算案に盛り込まれた予備費について現状の5000億円から1兆円に倍増させる方向で検討に入った16日にも閣議決定する予算案は12月22日に閣議決定し1月下旬に開会予定の通常国会に提出予定だった短期間で修正し再び閣議決定をし直すのは異例の対応 岸田首相が鈴木財務省に積み増しを指示しをていたまあこれ異例と言ったってまあ当たり前じゃ当たり前ですよね最初の47億だけで済むわけじゃないの誰だって分かってるんでね。といってその復旧というかの災害の全容があって復旧の予算が組めればその予算を組めばいいんだけどまだ全然分かってないですからねしょうがないから予備積み増しという形でしかないというね。うん これはまあ当然ちゃとで13時に総理が現地入るとおっしゃってるんであればその時にかなりの部分がね、まあ、当然随員がいっぱいついていて調査したりするんでしょうから復旧復興についてはそれから実際の話になるっちいうことなんでしょうね。うんえー、姉さんんどうですかねなんかねなんか えー、政府の対応が遅いとか県の対応が遅いとかその野党とかそれからメディアじゃないけど一部の国会議員が勝手に入り込んだりなんとかとか、うん、それでギャー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 政府県のことを批判してますけどあれ時系列的に見たら全然そんなな遅くないですよねだから泉健太あの立憲民主党代表が5日ですか、うん、そ逐次投入だとか言ってましたけども。うんはい それは熊本2016年の熊本地震との比較はちょっとしてはいけないと思いますけどねだけどこれ岸田さんどこに見るのかわかんないけど相当大変ですよ僕のたまたま知り合いが被災にあってですね近くに誰か知り合いがいらっしゃる高校の時のね先生が住んでるんですけどえ。 大変あれはトハンターのずっと先端の部分っていうん、細いところがあるってそれが全部壊れちゃってるから自衛隊の,あの映像を見ても<は>いかに到達するのは大変体、ね、陸上自衛隊員がだって背負ってこう運んだりしてるわけでしょ あれは大変なことですよね。大変なことです。ね、か海からねこうやってあの、あ、ホーバークラフトに乗せてとかね、重機を運ぶのに、重機が入らないんですね。<あ>だから、それが大変ですよ。うん、救うにも救出活動するにももちろんマンパワーもあれですけど、ね、重機がないとですね大変だっていうところで、はい、これは復旧復興も。 大変だと思いますよ、ね、島田さんお隣の福井県にお住まいですけど、うん、感覚的にどううなんでしょうか、うんあのまあ、まずねあの北陸はこれから厳冬日に入るんでね,、はい、うでね本当にこの寒さ、えー、対策とかはね、うんえー、大変なんですけれども、えー、<laughs> やはりあの東日本大震災の時の、はいえー、カンナオト民主党政権のね、はい、とんでもない行動の数々を反省材料にして。はいうん ま,あまず今度は岸田氏があのすぐ現地入りするとか言わなかったとか、はい、まずよかった、まあ、カンナートみたいに、ね、あの金正恩の現地指導を真似たのか言っていらんことばっかり言って妨害したわけですよね、はい、復旧を活動はそういうことしないでのは良かったけれども、まあ、今後ね、ね、えー、また復興増税なんていう話はねあそこですよね、うん、財務省は出してくるだろうしそれやったらまた経済が、ねえー、落ち込みますしねそれからやっぱこの機会にね あの文科省とかまあ外務省がねあの <laughs> しょうもない大学教員にいろいろ補助金つけたりとかはい、はい、その他あの、無駄が、ね、いっぱいね海外にあのばらまいている金もね、はい、実際テロ支援になったりとかいっぱいあります、ね、ああそ,、ね、そういうのこそ国会でねこの機会にそういうの全部カットしようという、うん、そしてそれを復興資金に当てよっていうとした議論をしっかりすべきですよね。そうですよね本当に、うん 結局ハマスに渡ってるっていう金がやっぱりああるわけですよ、ね、ありますよよねま、うん、国連の、ね、パレスチナに特化した機関がありますけどああのアンドワっていうね、うん、これなんでガザ地区でねあイスラエル人殺すのは正しいんだっていうのはとんでもないテロ教育やってますが。ええ そういうのに、ね、そのアンルアの職員自身も関わったりとかね、うん、あのとんでもないことにお金がわれわれの税金が、ねはいえー、渡ってるわけでだから国連機関に渡しておけば、ね、いいんだっていうのはねこういう発想が日本の国会議員全般にありました、ね、すよねアメリカなんかそこは共和党議員なんかはね、うん、国連機関なんていうか一番信用できないというふチェックをかけるんですけどね。 災害関連死の防止にプッシュ型支援ニーズ把握へ自衛隊が御用聞きも能登半島地震は8歳から10日が過ぎ政府の対応も災害関連死の防止に重点が移ってきている病人や高齢者らの二次避難やインフルエンザや新型流行り病など感染症を防ぐための環境改善が急務だ林官房長官は記者会見で 災害関連死を防ぐためには良好な避難所の生活環境を整備することが喫緊の課題だと指摘仮設トイレや衛生用品に加え車中泊でのエコノミークラス症候群を予防する男性ストッキングの支援も行っていると説明したこれ島田さんに先に聞きますが、うん、一番いいのはそのホテルとか旅館とかどうせ観光客来ないんだったらねそれで人を受け入れられる。 ならばですよそういうところに皆さん分散して、えー、そこにでと泊まるというか、えー、しばらくいていただくというのが私は一番いいんじゃないかと本当に厳冬期に入って体育館みたいなところでいったら当然数えは低いしで感染病が蔓延するという可能性は当然十分あるじゃないですか。うんうん、ならばもうどんどんもう受け入れられるところもちろん県なり国がお金を払って それで受け入れてもらえればね一番いいんじゃないかと思うけどどううなんでしょうかこれいや全くその通りでね、えーうん、一部の,あの温泉旅館ではね、はい、えまさにお客さんも来ないんだから、はい、え被災者に部屋使ってもらおうっていうことでやってますけれども、はい、その旅館もねあの旅館自身もねこれあの観光客来ないんだからすごい経済的な打撃をね、はいはい 結構中長期にわわたって受けけるですからだから今加藤さん言われてようにねそういうところにきちんと旅館が損しないようにお金をつけてね例えば和倉温泉なんていうところもね直接の被害はあんまり受けてないだから旅館としてね機能してるけれども交通が寸断されてるから誰も来ないっていうねこういうところの旅館にはねまさにこうお金をつぎ込んでこの被災者にね生活してもらうと。 そ、うん、それは喫緊にやるべきことででしょうねそうねねすよ有、ね、本さんね東日本大震災の時あれは3月ですよそれでも寒くてこの関連死で2,000人とか3,000人とか確かにお亡くなりになったんだけどこ今回の場合1月元旦からでこれから寒くなるっていうのは本当にそのもともと体が弱いお年寄りとか持病を抱えてる方にとってはこれは生き死にに関わるような重大事態にね、うん なる可能性はあだったらもう早く手を打って<う>体育館がどういうところじゃなくてそういうところにどんどんね、うん、もうお,お金払って、うん、で一斉に移動してもらってっていうのが私は少々金かか,かっても結局命を救う手としてはね最善の策かなとは思うんですけどね。いや今回、あのー 石川県の中でも金沢とかはもちろん被害はあるけどもそれほど大ダメージを受けていわけで機能しているわけだからそうういところに近場遠いところだと皆さんちょっとあまり遠すぎると思うかもしれないけども新潟だってそうだし富山だって近場でちょっとの距離で運べるわけだから体育館はこれはきついですよ。 あの寒いのに、うん、寒いのに本当に、えー、できち<で>だからねさっきはちょっと言いましたけどはいはい そうきちんとあのお金をつければねこれはぜひね,ねそれをもっと、まあ、やってるかもしれないけどもっとこの大きな声になってねそうしようじゃないかと<う>で旅館業組合もさそうやって言った方がいいですよね我々引き受けますよとで最低限の料金だけくださいって言っときゃいいじゃないですかね。それでこれ相当ああのあの 家屋とかダメージ受けてるとこあるから、うん、あのね本当長期にわたる可能性があるわけですよね。いやいやそうですよ。うん、だからその行方不明者の数が増減したりもしてるけど、あれは要するに捜索ができてないわけですよね。ねねそうするとこれからもね出ますよきっと、ね、捜索してたあってねそ,<う>そこにいたみたいなことは。でもだからそういう意味では自衛隊も警察も消防の方ももう相当それは交代はするでしょうけどね。 彼らにとってもこれまた大変なわけですから自治体の方もね自治体の方もものすごい負担になってるとはやっぱり思いますよねえー、だからやってほしいなというふうに思いますれい、えー、ちゃんじゃあ次は原子力三番を読んでくださいはい能登、えー、地震の原発被害報告原子,原子力規制委員会は定例会合で 能登半島地震による北陸電力志賀原発などの被害状況や対応について事務局の原子力規制庁から報告を受けた各原発の使用済み核燃料プールの冷却や放射性物質を閉じ込める機能に問題はないとしている北陸電によると志賀原発では1号機地下で震度5強を観測約1時間半後には 約3メートルの津波が到達した1・2号機の変圧器が破損して油が漏れ外部電源の一部が使えなくなっているプールから水漏れがあったほか敷地内や港湾施設で地盤沈下や段差が発生した。 これ島さんねこれもいろいろ書いてますけど簡単に言えば大きな被害はなかったというわけでしょ簡単に言ってしまえば。だとしたらやっぱり志賀原発というのはも北陸電力あ,れあそこ1機だけですよね。だからということはこれは将来というか近い将来動かさなきゃいけないわけだからいろいろ難癖をつけないで動かす方向でその規制委員会の方もやってもらわないと。 じゃないと、ね、電気料金もこの上また上がっただなんとかだっていうと、うん、住民の方,方に負担が重くいやだからねまさにその電気代下げるっていうのもね被災地の復旧復興支援なんですよね。あそで志賀、ね、原発っていうのはこの能登半島の,、ねはい、あの地図でいうと左側にあるんですけれども、まあ、一番被害を受けたのは右側だったんですが、えーまあ、いずれにせよ、ね、相当な震度にね あの耐したがってあのこれだけの地震にもね耐えたんだということで、うんうん、やはり早期に再稼働しないとね、まあ、私まさにね北陸電力管内に住まわされててね北陸電力一番電気料金のね上がるあの割合でいうと一番高いんですよね,すね、うん、だからあの石川県一番火がひどかったですけれども福井県でもねあの石川県近いやらなね あのアワーアウンサーのところとか結構被害を受けたりもしてるんでね、うん、えだからやっぱり電気代を下げるっていうのがね非常に重要な復興支援なんだという意識でやってもらいたいです、ね、そうですよねいや電気料金ってやっぱすごくかかるからああいう<や>とこいっぱいねそう下げると全然違いますよね芝先生おっしゃるとりです、ねはい、では次4番お願いします、うん はい、えー、有本先生注目。長井豪記念館全焼。軍艦島は崩落。能登の観光名所大,大打撃。輪島市の観光名所朝市通りは火災で焼け野原になり、一角にあった長井豪記念館も全焼した。同志生まれの、えー、漫画家長井豪さんを紹介するため、2009年に開館し、館内で代表作、 マジンガー z の大型フィギュアなどを展示していた市によると借りていた原画も消失したとみられる有本先生ショックマジンガー z の一ファンとしてはいやーすみません私長井号記念館あったということも知らなかったんですけどわ、うん、けど燃えてしまったのはもうしょうがないですよ、うん、ねで長井さんのコメントはね、私は現役 漫画家だからまだ描けるからって言うんでね。ですよね。素晴らしい。だから新たにそれをお借りするとかね、ほぼどっちみち再建しなきゃいけないわけだから。観光業のためにもね、こういうのをどんどんその再建して、あ、再開も全部いずれを再建してですよ。ですで観光客を集める必要がありますよね、やっぱりね、ここはね。長い郷さんってこうやって。 マジンガッ Z とかデビルマンとかああいうハードなものもあれば柔らかものでねキューティーハニーとかねああいうのもあキューーティハ結構本当にすごい漫画家なんですけども本当ここに石森記念館もね石巻のもそうでしたけども本当に象徴として。 にねええとええ島さんいかがであの我々にとっては長いこと言うとねハレンチ学園ハレンチ学園ですこれは僕ら小学生の頃にね食い入るようにやってましたそうそれでえだからあの残念だなという気もしますしねあれ我々小学生にとってはね重大文化だったんですあのもうぜひね復興してほしいですけどね。 まあ、いろんなところで今漫画家のいろんな記念館というのはあちこちありますよね,すよね飛,行飛行場の名前になったりしてますけどね水木しゅうげるとね,ね、はい、まあそれは結構なことだと思いますけどねはい、はい、次脱ですね今度ははいこちらも有本先生注目「脱災の朝日酒造能登半島地震で1億円寄付」。 日本酒・獺祭の蔵元である旭酒造山口県岩国市は能登半島地震の被災地支援の一環で石川県に義援金として1億円を寄付した被害状況によりさらなる支援を検討していく桜井社長は冬という厳しい状況下なので早期に判断した復旧復興のために役立ててほしいと話している。 旭日酒造は2018年の西日本豪雨で生産設備などが被災した経験がある有本先生桜井社長素晴らしいこれねすみません私昔山口にいたから旭、うん、日酒造って割とよく知ってるんですけど、ね、昔はね、五郷って5つの橋岩、はい、にだからという甘い酒を出して僕はね、うん、嫌いだったんですよこんな甘い酒出すのか <laughs> それが東京に戻ってきてから、はい これ難しい最初にだ大体「脱いと読めなかったんだけど、うん、あの山口にいる友人からやたらと来るわけはい、はい、知らないからみんなあげてたら怒られてやっと手に入れたのこれ人に配ったのかとって文句れて初めて飲んだらあうまいこんなうまい酒だったのかでそれからやるのはやめたんだけど <laughs> だけどあの脱菜でこの朝日酒うもうぼろ儲けというかうすごい会社も海外にもね海外にもじゃなくて海外でまたニューヨークで売って逆輸入 火にしちゃったのが。当たったんですよ。これは、まあ、戦略的にはすごい素晴らしい。ですごいですね。ね。で、有本さん、これ。社長の名前を変えてくれ、社長、ご存知とか。社長ね、これ、あの、櫻井よしこさんの言論テレビの。あの、の、かい集いなんかに、何度か来られて。それでね、おの、お話しする。機会が。ああ、そうですしばしばあったんですけど。はい。こういう、やっぱ、りとんどの人がね、こういう、すぐパッとやるっていうのは。 まあ余裕があるということでもあるんでしょうけどね。うん、これはあの政治家なんかをねやっぱり見習ってでですね過去政党があの街頭で募金とかしとるけれどもそんなことやってる暇かと自分たちのね裏金とかなんとか言った <laughs> それをねすべてね書き出して <laughs>、うん、あの送るべきなんですよね被災地にね、うんうん。だから政治家がこうこれ見てね反省しないといけないです ね、本当すごいですよね。はい、じゃあ、レジャー次です。これ大阪万博、六番ですかね。はい。はい、えー。経団連会長、万博延期をして。震災復興が後回しにならない。<う>万博協会の会長を務める経団連の戸倉会長は。定例記者会見で。主催された方に、一日でも早く日常を取り戻すことは、一番急ぐべきだ。 それを急いでやることと万博がなぜ二項対立になるのか私にはわかりませんと記者の質問に反論した上で復興と予定通りの万博,万博開催を両方ともやるべきだと強調建設業界は多くの建設工事を抱えて人手不足が深刻となっており SNS などでは 多額の費用や建設あ会場建設に人手が必要となる万博について中止や縮小延期すべきだとの声が上がっている。じゃあ七番もお願いします。はい、えー、万博は被災地に夢や希望を。維新ババ代表の発言。能登半島地震を受け、X では連日万博中止がトレンド入り。二千十五年え二千二十五年大阪関西万博の費用を 震災復興に充てるべきという声が多く上がっているだが1月5日日本維新の会の馬場代表は1つの財布で国家の財政運営がされているわけではないとして万博は被災地復興の障害にはならないと反論したさらに資材や人材の取り合いが起きる懸念について記者から問われた馬場氏は ベリオンなどの建設資材がライフラインや住宅の復旧の資材とイコールではないと思う取り合いがあるとしてもごく一部だと思うと述べ万博準備とと復興は同時並行でやっていくべきだと強調したこれ有本さんねそのまあそもそもがといえばあ大阪・関西万博なんていうの中止するならもっと早く計算しておかなきゃいけなかったから。 はっっっきり言ててその受験はもう過ぎちゃってると思うんですよで今だとすれば延期するか希望を縮小するぐらいしか手はないんだけどこんなにだけど突っ張らかって特に上の方の経団連会長とか何とか何にも知らないでこんなことを言ってるって言ったらこれ誰が見に行くんだとあるいは何が希望とあれを与えるとど,どこがそうなんだとてそれはもうみんなおお怒っちゃってますよそう,そういう意味では。 だけどまあまあ注射も無理でしょうからね、うん、なんとかそこのところは多少なりとも考えた方がいいんじゃないかと思うんだけどだ間に合うってこれ相当大変ですねこの、はい、あの震災とは別な意味全然関係なくこれだ単体でもあの間に合うかどうか、はい、今はねだって労働時間だってかあのちゃんと守んなきゃいけないしそ,なそ,なその特訓工二24時間やってとかね、はい、そんなのもできないし。うん というのがある中で僕もでもそもそも万博のこのコンセプトがよくまあみんなに理解されてないところがあって理解がないところでいくらやってもっていうのはだからこれ僕最初からバーチャルでやればよかったなと思ったんですねバーチャルだったら別に建設資材とかいらないじゃないですかっていうんでもう今更でもおっしゃるように遅いからもう中止するにも。はいさんいに関してかこの万博の費用がね建設費用。 当初見込みよりもバン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 膨らんでるわけで、要するに当初の見込みが間違ってたっちゅうことですよね。で、ケイダネのこのトクという会長は市場最低の経団連会長だと思うけれど、あの LGBT 立憲法なんかもね推進したしね。で、あの彼ね最近あの移民問題でもね。 いいやいやあの単純労働者外国人入れるというんじゃなくてとそこまででいいんですよ、うん、家族で来てもらってね、うん、それをあの日本の税金でケアすべきだっていうようなことを言ってましたけど経団連がねこれ万博、そのぜひね予定どおりの規模でやるべきだちゅうんだったら、はい、経団連がね費用を賄うのと。 この場合はね、はい、やるべきだと言いながらお金は税金で出してよっていうよね<ー>そういう姿勢がこの目立ちますねそうですねはいじゃあ万博問題を次に行きましょうかはいじゃあれいちゃん次は9番をお願いしますはい、えー、島田先生注目「野戸半島地震台湾の救助隊は派遣されず日本側の断り」。 1>, 1日に発生した最大震度7の能登半島地震に関連し、X では台湾の救助隊がトレンド入り、台湾の報道によると、日本側とのやり取りで、救助隊による支援の需要がないと確認し、3日午後に出動待機を解除したという。島田先生です。台湾の救助隊派遣を断ったという日本政府。どんな仕事をしてもらうにせよ。 台湾が助けに来てくれたと記録に残すのが重要まさにそれをしたくないから断ったのだろう北京ファースト外交から脱却した政党が必要これ島田さんに改めてお聞きしますけどもやはり他のところよりも台湾はとにかく即座にもう緊急援助隊の出発準備をすぐやや,やったわけですよねだか、うん、ら来てもらってまあやれる範囲で でやってもらっても別に何か問題はなかったんじゃないかと思うけどただ日本でも自衛隊だけじゃなくて警察消防全国からわわっとこう集まったりはしてましたからねだから象徴的にですよまさに象徴的に。 台湾の救助隊にやってもらうという部分があっても私は良かったかなとは思うんですけど改めていかかがでしょうか今回あの台湾の蔡英文総統がね、はいえー、日本有事は台,台湾有事でもあこの安倍さんの台湾有事は日本有事という言葉、うん、<coughs> まさに裏返しなんですけれどもね、うんうん、でやはり中国に対する抑止力を高める意味でもね ややっっぱぱりり日台の関係ねやっぱり軍事も含めてね、えー、ガッとこう強めていかないといけない、うん、そういう時にねあの日本が大変な震災にあった時に台湾チームがねすぐに来てくれたんだというやっぱり形残すっていうのはね非常に重要だと思うんでねだから数十人でもいいんですよ、うん。であの自衛隊もねと当初派遣して、はい、でまあプラスで千人プラス2000人とか。 増やしてるわけでしょ、はい、だからそ,その中にね数十人入ってもらうっていうことがねはい、はい、できなかったはずはない言葉の壁があるという人もいるけどでも通訳向こう連れてくるだろうしね。うんうん、<laughs> ということでねあのあ台湾のレスキュー部隊もね、えー、頑張ってくれてんなとうん、うん、でしかもあの素人が来るんじゃなくてねうん、うん、そういうレスキューのプロが来るわけでうん、うん、台湾も地震多いですからね経験積んだ人。 うん、これ来てもらうと戦力になりますよ。うん、だから、そういうなんかね、杓子上下にね、うん、いや、他の国も断ってますからとか。まあ、うん、だから全然戦略的発想がない言い方ですよね。うん、はい、有本さん、どうでしょうか。そうですね。あの、まあ、全部が全部っていうのはね、キャパの問題あるかもしれないけど。そんなね、数十人、あの、でも、来てもね、あの、治験を持って、あの。で、今回、えー、浜松でしたっけ、はい、犬。 犬がね、あの活躍したじゃないですか。やっぱり、九十何歳か。九ね、おばあちゃんそういう台湾チームだってそういうもちろん。あの、ノウハウを持ってると思うんですけどね。象徴的な意味っていうのはあったとは思いますけどね。まあ台湾のチームというのは、素早いですからね。そうそう、まあ、も、ちろん米軍がね、あの、あの協力したいっていうのはね。米軍は、日本、在日米軍は、国内に拠点があるから、もちろんいいと思うんですけど。